病みたいなもんだ。たまにあるんだよ。そうか、よかった。心配してくれてたのか。ありがとうな。ああ、いや。夏目に何かしたら承知しないぞ。まさか。きっとその妖怪の正気にやられたんだ。弱っちいやつだな。カルマが心配だ。急ごう。ラジャー。夏目。カルマ、どこ行ってたんだ。倒れたって聞いたから心配して。迷ったんだ、夏目に相談するべきかどうか。え？巻き込んでしまうと思ったから。でも、もっと早く言えばよかったな。タルマ。ダメ！タルマ！ありがとう、タルマ。でもかばうなんてやめてくれ。何かあったら大変だ。ああ。でも、夏目に何かあっても大変なんだからな。ああ。あれ、何かこっぱずかしいな。大切な友人がいるんだろ。俺にとってもタルマは大切な友人なんだ。これ以上無茶をさせるなら許さない。頼むから俺の方に取り付いてくれないか。鏡探しは手伝うから、タルマは解放してやってくれ。夏目？タルマ、お前もしかして。何でもないんだ。あ、なんかあったのか。ああ、いや。あ、いや、何でもない。よっ、サンキュー。ああ、まあそうだな。でも今の俺には夏目が何を言っているのか聞きようがないし、手伝うのは俺の勝手だよな。夏目だって俺がこんな目に遭っていたらきっと同じことするだろ。ダメだ、タルマ、やめてくれ。文句を言いたければその瓶から無事に出られてから言うんだな。自分を思ってくれる気持ちが強ければ強いほど怖くなる。いつか取り返しがつかないことになってしまうんじゃないかと。何かいるのか。タルマ、もういい、やめてくれ。鬼猿の目的はこの瓶だ。お前はもう瓶を置いて離れてくれ。この気配。タルマ、タルマ、タルマ。夏目。世話が焼けるね。あんたは走る。じゃあ俺は向こう。待て。どうした。タヌマはここにいてくれ。お前に何かあったら。さっきも言っただろ、ここには俺が勝手に来たんだ。今ここ俺の連れが通らなかったか。いや、何も通らなかった。先に帰ったか。夏目、お前震えて。タヌマの気持ちは嬉しいんだ。でもそのせいでタヌマが傷ついたりしたらって。大丈夫だ夏目。大丈夫だ、絶対絶対ここからタヌマを返す。何があっても。今のはタヌマ。タヌマ、タヌマ。襲われはしたが石の力で無事だ。さすがに特権に当てられて限界が来たようだな。タヌマ、ずっと怖かったんです。いつかこんなことが起きてしまったらって。夏目、タヌマは本当はこんなところに立ち入るような無茶はしないやつなんです。俺と違って思慮深くて慎重で、お父さんと二人暮らしだから心配かけるようなことはしないようにしてて、俺といる時も言いたいこととか黙って飲み込んでくれて。それなのにこんなところに連れてきて次々無茶させて、俺どうしよう。タヌマ。夏目、ありがとう。夏目、タヌマのおかげで瓶から出られた。御柱も封印することができたんだ。
田沼が力を貸してくれたおかげだ。本当に？え？本当のことを言ってくれ。田沼？俺が踏み込んだせいで夏目の負担になったんじゃないか。俺のせいでお前を苦しめたんじゃないか。俺あんまり人付き合い上手い方じゃないし、聞きたいことがあってもどこまで踏み込んでいいかわからなくて、力になりたいけどどうすればいいのかって。それは嫌だったらそう言ってくれ。答えたくないことは答えなくてもいい。夏目が妖怪が見えるって話してくれたのに、そのことをやっぱり話さなければよかったとか、そのせいで壁ができるのは嫌なんだ。せっかく話してくれたのに、それは辛い。田沼、どうすればいいんだろう。ごめん田沼、ごめん。どうしていけばいいんだろう。夏目、ん？明日学校来るよな。ああ、文句言わせてもらわなきゃな。え？文句は瓶から出たら言えって言ってただろ。